さあとうとう最終決戦、2組のネタが終わりましたが、それにしても何ですかさっきのネタは。東方 M1 始まって以来のはちゃめちゃな漫才でしたね。だいたい悟り小石だったのかなっていう。そうですね、言われてみればトカマクラブもおかしかったですね。どうでしょうか、なんか知らぬ間に見せられたという感じでしたね。後でアカシックレコードにアクセスしてみましょうか。そうですね、確認してみましょう。まあでもですね、何はともあれ2組ともネタが終わってよかったです。さあ優勝賞品の月の都10万石を手にする4代目王者は誰なんでしょうか。最終審査はこの後すぐです。ファイナルジャッジ。さあ第4回東方 M1 グランプリ4代目チャンピオンの発表をさせていただきます。はい、すでに5名の皆様には一番面白かった組の投票を終えていただきました。あとは開票を残すだけです。さあそれでは行きましょう。緊張の一瞬です。最終審査発表を開票してください。どうぞ。ジャッジ。悟り越し、悟り越し、トカマクラブ、トカマクラブ。お前回に引き続き同点です。さあかぐやさんお願いします。トカマクラブ。ということで第4回東方 M1 グランプリ優勝は。トカマクラブ。やったー、すごい、おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞ前の方へお越しください。アルズを上回りました。やったー、サトリ様に勝った、すごく嬉しいです。それでは早速表彰式に移りたいと思います。まずは審査員を代表して八雲蘭さんより優勝トロフィーの授与です。従者なのに2人ともよく頑張りました。おめでとう。ありがとうございます。続きまして優勝商品の月の都10万石の授与です。月の都10万石の権利書が審査委員長蓬莱さん、かぐやさんより手渡されます。素晴らしかったよ、二人とも。はい、ありがとうございます。特におくう、あなたの矛盾した忠誠心に一票を入れました。よって明日から足軽組頭を命じます。やったー、断れよ。あなた私のおくうよ、何を考えて。あ、私の考えが読めるかしら。なんなのそのカブト。読めるもんなら読んでみなさい。読めない、妹以外に心が読めない存在がいるなんて。さすがかぐやさん、神秘的な道具を持っています。はい、月の都10万石おめでとうございます。おめでとうございます。では改めて、優勝インタビューに移りたいと思います。おりんさんどうぞこちらへ。どうも、おりーん、あーなるほど、チェーン的な感じで、まあ、入りそうもない音ですけどもね。お空さんはチェーン、チェーン。いやそこはお空って言うかと思いましたけどね。そこチェーンってさすがベータなんですね。いかがですか。はい、何でしたっけ。いや優勝して今の気持ちはいかがですか。あ、優勝した設定でコメントすればいいの。いや優勝したんですよ。ああ、そうよ、優勝したんですよ。本当にひどいなこのカラスは。おりんさん、はい、すっごく嬉しいです。旧地獄の妖怪や動物たちもすっごく喜んでると思います。やったー。はい、改めて優勝したお二人に盛大な拍手をお願いします。おめでとうございます。さあそれでは審査員の皆さん伺っていきましょう。ヤクモランさんいかがですか。ええ、私も後でアカシックレコードを確認してみます。はあ、吊り橋を覚えた瞬間のチェーンをもう一度見たいですね。そっち本当に大好きなんですね。わかりました。あ、ではレミリアさん。うん、あの小石ね、気がかりは。え、あの女の能力と私の能力が合わさって最終決戦がおかしくなったんだわ。え、そうなんですか。私としたことがはめられたわね。誰かしらこの私をはめたのは。ただでは済まさないわよ。何を言ってるのか全くわかりませんが。わかりました。ではレイムさん。はい、とりあえず今から温泉に入りたいですね。なるほど、おうちで温泉郷ですね。はい、皆さん今から入りに行きませんか。お、いいですね、行きましょう。はい、では最後にパルシーさん、はい、最後に一言、嫉妬以外で。じゃあ何を言うのよ、何を言うのよ。何か言いたいこと言いましょう最後に。私の存在を否定された。おい、ふんどし、ふんどし。後で裏行こうか。いや、そうか、そういう関係か。下田調子に乗りすぎた。はい、フラグが立ちました。森下凛之助でございますけれども、改めてお二人とも本当におめでとうございました。おめでとうございました。第4回東方 M1 グランプリ、チャンピオンはトカマクラブでした。第5回はあるんでしょうか。期待しましょう。それでは皆さんさようなら。